撮影日は9月の27日月曜日。やってきたのは山梨県 JR 小淵沢駅です。駅そばを食べます。そばうどんマルセさんですね。目についたのがこの山賊そば、なんだか唐揚げが乗ってるようですね。大きい唐揚げみたいですね。はい、そして、メニューというよりも券売機の方を眺めます。まあこんな感じでメニューが並んでいますね。そして注文するのがこの山賊そば480円、これを注文しました。かき揚げそば430円なんですね。はい、食券を買いました。そしてこの山賊そば、テレビの上にあったまあ何ていうんですかね、案内みたいなのをちょっと取りました。そして山賊そば、これです。マルセさんでした。